え、殴らしようと思いまして、あのテロップ出しますね。暮らしてます。後継者オーディション、はい、行けました。なんかすごい枠がさ、すごいゴールドみたいになってるますね。これ今月のなんですかね。お題なんですが、じゃ あの今日もメモを持ってきまして、そう、皆さんからねいただいたその回答をちょっと覚えておかないと。はい、お題なんですけど、10期生オーディションが開催されてるんですけど、最終審査であのなんか全員驚く審査は何かっていうのみたいですけど、なんかいいのありますか？あっと驚くようなありますかね。こんにちは。結構なんか画角がちょっとつかめなくて結構アップだった、もしかして。可愛いでしょこれ。何かありますかね。最近はぶどうのグミにねハマっていまして、グミを持ってきました。可愛いちゃんと突っ込めるか、ちゃんと突っ込めるか、うん、どんどんください。皆さん、あ、みーきのボケにちゃんと突っ込めるかもしれない。やばすぎる。みーきのボケにこれ重要ですか？私と面談とか、もうそれはあっと驚きすぎですね。本人もびっくりです。私と面談何喋ろう。最近学校で流行ってる遊びはとかですかね。待って、皆さん私のことばっかじゃないですか。プリズンやば、やばいやばいやばいですよ。それはどんなんがいいですかね。うーん、こんにちは。うーん、何かな、難しいですね。鹿を撫でれるか。お、すごい、たこ焼き出てきた。クイズ？クイズ。皆さんのメモってますよ、ちゃんと。雪の魔法が使えるかどうか。面白い。雪の魔法が使えるかどうか。使えるかどうか。お疲れ様。
様です。お疲れ様です。こんにちは。何がありますかね。今日は皆さん、ひかるちゃんの卒業公演ですよ。冠ライブ出演しますので、来てください。 DMM 配信もやってますので、ぜひご覧ください。今劇場向かってます。いっちゃんさん、皆さん、ナングラ、ナングラです。こんにちは。でも冷静に考えて、大喜利って難しいですよね。なぎちゃんすごいですよね。なんやろう、何がいいかな。お、この前谷川愛理ちゃんとオンライン話し会でミーキの話して、本当に、愛理ちゃん、愛理ちゃんつい最近本当に会ったんですよ。ケイラと劇場来てくれてて、めっちゃ久しぶりで、何年ぶりやろ。大喜利ね、難しいですよね。リンさん、リンさんも何かアイデアを一つくださいな。お疲れ様です。偶然さ、ぶどうのグミ食べてたんですけど、ペンも紫だった。今さっき映った時はっと思って。2期にちなんだ回答、何ですかね。何があるやろう。いや全然ですよ。大喜利はめちゃくちゃ難しい。こんにちは。あ、じゃあ私にちなんだこと、私にちなんだこと、じゃあ常に鹿せんべいを持ち歩いてるかどうかとかは、持ってたら合格って、そこで一応書いとこう。ミキは持ち歩いてるの、どうでしょうね。持ち歩いてるのでしょうか、果たして。お、あれ、声になってなかった今。猫パンチさんから金の熊タワーもらいました。ありがとうございます。ちょっと静かめに。猫パンチさん、ありがとうございます。熊タワーが立った、ありがとうございます。すごい、金、ゴールド、
嬉しい、ありがとうございます。この後は、ファンクラブの方の配信もしたいなと思いますので、そちらの方もぜひご覧ください。あと19時からなんですよ、今日公演は。なので19時からの公演も見ていただいて、19時、今18時ですね、あと1時間後か。見ていただいて、そうなんですよ、今日19時からなんですよ。いつもだいたい18時半からとかなんですけど、今日は19時からなんです。今日は19時からだよ。すごい、なんかいろんなアイコンがあるんですね、今めっちゃさまざま、いろんなアイコンがあります。そうそう、ラングラの配信したらあれらしいですよ、あの上位3位までの方に、3位までかな、2位までかな、あの今回はファンの皆さんにも、あの何ですか、景品がもらえるそうで、それであの是非是非、この私が配信を終了する時にあの壇上に登ってくださってる方にもらえるそうです。ちょっとざわざわしてきましたね、スタッフさん方が通って、とても恥ずかしい状態です。さっきまでめっちゃいろんな子が配信してたんですけど、みんな終わっちゃって私だけになっちゃいました。おはようございます。あ、おはよう、あれ見るやったんや、はい、おはよう。ミユが来ました。公演楽しんでね、ありがとう。こんにちは。今日はどんな歌をするのでしょうか。そしてあのね、楽しみですよね。どんな声になるのか。ASMR 聞こえた今バレバレ、もしかして。そしてですね、そしてですねというか、今日めっちゃ新鮮なことがあって、あ、15分聞かせた。あの私ってチーム M なんです、ずっと。で B2 とかなったことないんですけど、 N とか、今日のメンバーはなんか旧 B2 らしくて、ひかるちゃんが選んでくれたんですけど、メンバーを詰めりたいですって言ってくれて、そして一緒に公演、最後の公演に出るんですけども、ストレッチの時とか、リハーサルの前にストレッチするんですけど、 B2 の子たちとなんか何やろな、今までその同じチームになったことない子とかが一緒にステージに立つっていう感じで、すごい新鮮でした。
仲良しでございます。ピカルン規制めっちゃ離れてるのに仲良しなんで、卒業の時もね、卒業発表するんですって教えてもらってて、なんか嬉しいこと言ってくれました。卒業してもずっと仲良しです。2匹がいるところが違う、確かに目印もしかして目印ですか。今の M ポーズこうなんですよ。でハラーチーム M の時こう、でも歴代はこう、これもいけるな、ハート M みたいな。でもまあね、ミーキーの M でもありますし。はい、ということで、いっぱいあのラングラのあれお題はいただきましたので、今からあのルームスの配信をしたいと思います。そして公演ね、ちょっと合わせとか写真撮ったりとかもあるので、今回は今回はっていうかのこのショールームはこれで終わりたいと思います。では皆さん、あのファンクラブ入ってくださってる方は今からファンクラブの方にレッツゴーお願いします。あ、であれですよね、順位を読みますね。コメント13位ケイタンさん、12位バキューンさん、11位ユウさん、10位アタックオタックさん、9位ファンサイさんファンサイさん、8位ひよこさん、7位たっちゃん、6位星空のステラさん、5位ソフトテニスさん、4位たきさん、3位りんさん、2位今けんさん、1位はエコパンチさんでした。ありがとうございました。タワー、あ、すごい、何 AKB 二代目ゴールデンダルマ女王現在16位、え、何これ、どういうことですか。ちょっと配信を終わろうとしているときに、何事ですかこれは、何これ、すごいスクショしたけど、ちょっとスクショしといていい、すごい。じゃあ次流れてきたらスクショするわ、もう一回。え、スクショの音聞こえてますかこれ、もしかして、待って、はい、スクショしたよ、ママに見せよう。とありがとうございました。ではでは、じゃあねー、バイバーイ。